すぐはカルオのお暇なら映画でも。キンコンカンコン、キンコンカンコン。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはカルオです。今回はですね、宮尾さん、ゆうさん、のっぞさんからリクエストをいただきました。ということで、緊急制作復活の日独自解説ということなんですね。まあ今やらなきゃいつやるんだいということで、やっとこうというふうに思いまして、ちょっと緊急的に制作いたしましたこの動画。まあ巷でちょっとね話題になっていますね。80年だから、この映画は40年前、で原作からいけば60何年だから60年前ぐらい、50何年前に今のような状況を描いていたものがあったということでね、ちょっと話題になってますよね。まあこの映画、1980年公開ということですね。原作は小松左京の復活の日ということで、これは1964年に書かれたものであって、この映画の監督は深作欣二監督ということですね。まあこの映画、僕はですねめちゃくちゃ面白く見たわけですけれども、どうもこのまあ独自解説を作るにあたりですね、いろいろちょっといろんな映画レビューとか見た結果ですね、あまり世間の評価は高くないっぽいということをですね、ああそうなんだと、贅沢だなみんなって思ったりもしましたけど、面白いじゃん十分ね、なんでこんなに評価低いのかなって思ったりもするんですけど、ただね評価が低い理由も、分かります。でもね、皆さんが多分こういうところがあるから評価が低いと思ってるところとは別な感じで僕は見たのかもしれないですね。だから僕はすごく面白いなというふうに感じたわけですね。まあ見終わった後の感覚としては、手塚治虫の火の鳥を読んだ後みたいな感覚がね、まあちらっと僕の中には溢れたかなという気がしました。まあ火の鳥はもっともっと、主人公の内面を掘り下げていくんで、そのあたりは全然違うんですけど、ただまあ罪を背負った全人類を一人の男に背負わせるみたいなね、そういった感じがね、なんとなく火の鳥っぽい感じがしたなーなんてちょっと思ったりはしました。ということで、今回はですね、そんなに長くないと思います、復活の日のおしゃべりをこれからはしますんで、よかったら最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。ということで、復活の日なんですけれども、まあこの映画あれですよね、主人公不在の映画と言っていいんじゃないかというふうに思いますね。まあ多分一応吉住がね、主役という位置づけになっているとは思うんですけれども、でもまあ吉住自体もそんなに出てこないし、各シーンごとによって主役は全部変わっていくというかね、そういった感じの映画かなと思います。でおそらくこの映画評価低く見ている人たちはそういったところに不満があるんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね、違いますかね。この人物の内面の掘り下げっていうのが非常に少ないというふうに感じたんじゃないかなと思うんですよね。それは、分かります。とても主人公たち、登場人物たちの内情の掘り下げっていうのは非常に希薄な映画かなという感じはしますね。ただそれをね掘り下げちゃうとこの時間じゃ足りない感じになっちゃうんでね、まあその辺のバランスが難しいかなっていう感じはしますね。で、まあこの映画さまざまな事件が絶え間なく襲ってきて、息つく暇がないというところが僕にとっては面白いところだったわけですけれども、まあ裏を返すと一つ一つのエピソードがとても短くてですね、浅く感じているというふうに思う人もいるかもしれないなというのも分かります。だからこの中に入れるエピソード、映画の中に入れるエピソードをいくつか省いて、もっと一つの事件を重大なこととして捉えて、
人間模様とかそういったものを描いた方がいいんじゃないかなっていう風に感じるのも、理解はできますね。ただ僕はこの映画はこの作りで別にいいんじゃないかと、どん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 この何ウイルスに未知のウイルスに侵されていく世界、そして取り残された南極基地の人々というのを淡々と事実の積み重ねみたいな感じで描いていくこの映画のスタイルは、僕はこの内容には合っていたんじゃないかなというふうに思ったりはしますね。でこの映画僕が一番素晴らしいと思ったのは種の保存問題っていうのを入れ込んだことですね。これは原作にはないエピソードだということで、この南極に取り残された最後の人類が直面する種の保存に対する問題っていうのを映画の独自の脚本として組み入れたっていうのは本当に素晴らしいと思いますね。このいわゆるセックス問題がこの映画の中に入っていたから僕はこれだけ面白いというふうに感じたんだというふうに思います。これがなかったら僕もそこまで面白いと思わなかったかもしれないなと思うぐらい、これはねよく入れた、素晴らしいというふうに思いますね。ということで僕もですね、この映画をおしゃべりするのにあたりいろいろまとめたんですけど、ただまとめただけになっちゃったんですよね。この映画のストーリーとして、もし新型ウイルスというものがっていうか全く未知の新型ウイルスというものがなぜか世界に拡散してしまったらどうなるのかという映画であって、この映画の中では起こりうる事態が起こる様子を淡々と描いていくという映画なんで、こういうことが起きたらこういうことは起きるだろうなっていうのをずっと見せられ続けるわけですよね。だから正直あまり喋ることがないというか、一応まとめたんですけどね、映画の内容を沿って僕も淡々と話していく感じになっちゃいますけど、すいません今回はそういう感じになってしまいます。もしかしたらよく分かってなかったっていう部分が皆さんの中にあるかもしれないんで、で一応ですね、レビューを見てこの映画に関するね、ネット上にあるレビューを見て、みんながこういうところが分からないと思っていたんだなみたいな、そういった部分をちょっとそこはこういうことだったんじゃないっていうのを言っていこうかなというふうに思いました。といってもそんなにないんですけどね、あんまこう批判する人ってあんまね具体的に言ってくれないんですよね。いらないシーンが多いとかね、ツッコミどころが満載でとか、そういった言葉が大体を占めていて、一体どこのことを言ってるんだろうっていうのはこっちには伝わってこないんで、どのシーンがいらないシーンだと思っているのかがわからないんで何とも言えないんですけど、僕は正直この映画全部必要なシーンだと思ってるんでねまあ難しいんですけど、一応ちょっとね映画で起こったことを淡々と僕も喋っていこうというふうに思います。まず事の発端というのは ARS 自動報復装置というものが開発されたということから始まるわけですね。この ARS というのは人間による決断という核抑止における最大の弱点を機械によって確実なものにする装置ということですね。まあ博士の異常の愛情の皆殺し爆弾とか、メタルギアソリッドピースウォーカーのピースウォーカーとかまあこういうのはいっぱいしょっちゅうありますよね。結局核抑止っていうのはお互いを脅し合う、俺は核持ってるぞ、俺だって核持ってるぞ、お前がもし撃ったら俺の持ってる核をお前んとこに撃つぞ、いやお前がもし撃ったら俺はお前んとこに核を撃つぞっていう脅し合いの中で戦争そのものを回避しようっていうのが核抑止ですよね。だからお前を脅すぞって言われた国が核を持っていなかったら私は脅されますというしかなくなってしまうんで、核というのは持ってる方が絶対に強いというまあロジックがあるわけですね。でこの ARS というのはその自動報復装置ですから、もし相手が核を撃った場合確実にこっちもそれに反応して核を撃ち返すというのが ARS なわけですね。つまり躊躇をする、
自分がボタンを押すことによって世界が破滅してしまうという恐れ、恐怖という核抑止最大の弱点を人間が行わないことによって確実に報復をするということですね。つまりこの ARS が備わっている場合、確実に絶対に撃つことができないっていうことを確立させる機械ということですね。撃ったら殺されるわけですから、それが ARS ということです。ということでこの ARS が米ソ両方に設置されたことによって、ミサイルによる攻撃というのは不可能なものになったということが事の発端ということになります。でミサイル攻撃というのができなくなった今現在ですね、アメリカはソ連からのミサイル以外の攻撃というものに備えて、生物化学兵器である MM88 という新型ウイルスを開発しました。核抑止が成立したことによってお互いの立場は平等になったと思われるわけですけれども、でもアメリカはこの MM88 っていう細菌兵器を作ったわけですね。なぜこれを作ったかというと、もしかしたらソ連側も ARS を回避するような攻撃手段を開発しているかもしれないっていう疑心暗鬼が起こったわけですね。だからもしソ連が ARS を回避するような兵器を作って、もうすでに所持しているのであれば、我々だってそれに対抗する兵器を持っていなきゃ絶対に負けてしまうということで細菌兵器を作ったわけですね。敵国より優位というものを自国というのは絶対に保たなきゃいけないわけです。そうすると負ける可能性というのが常につきまとってしまうわけですね。だからこの生物化学兵器 MM88 をアメリカは開発しました。大変ですねでもまあしょうがないっちゃしょうがないですよね。結局人間も動物ですからね、弱肉強食の世界に生きているわけですね。まあよくね、平和論者とかそういった人たちがせーので全員が武器を捨てればいいじゃんって言いますけど、もちろんそれができればそれに越したことはないわけですけど、じゃあ分かったいいよ、一斉ので全員が武器を捨てたとしても、こっそり裏で作ってたらそいつの勝ちですからねこっそり裏で作ってないよねっていう確認をずっとし続けなきゃいけないわけですよね。もし全員が武器を捨てたとしたら、そんなこと大変じゃないですか、ね、だから世界っていうのは微妙な均衡で成り立っているんだというふうになっているわけですね。怖い怖い。さてそんな中ですね、このアメリカの新兵器 MM88 が東側諸国である東ドイツに盗まれました。えらいこっちゃとなったわけですね。アメリカはこの細菌兵器が盗まれたことによってアメリカ自身が危険にさらされてしまったわけですね。最強の BC 兵器が敵国に渡ってしまったんで、アメリカが負けるかもしれないということで、ワクチン開発を急ピッチに行うということをせざるを得なくなりました。それと同時にですね、もちろんアメリカも手を打つわけですね。盗まれた MM88 を奪還すべく CIA が作戦を開始するということになりました。まあ、ここまでが映画になる前の段階のお話ということになりますね。でここからが映画としてスタートするということですね。1982年の2月、東ドイツの研究所から MM88 が盗み出されました。この研究所の教授によって盗み出されたわけですね。これは CIA による作戦によって盗み出されたわけです。 CIA はですね、東ドイツのその教授に対しておそらく不安をものすごく煽ったわけですね。 MM88、 このあんたのところの研究所が持っているこのウイルスは全世界を死滅させるものだぞと、だから早くワクチンを作らなきゃいけない、君のところだけではワクチンの製造はおそらく不可能だ、何かあった場合君の責任で全世界が死ぬんだぞというふうにおそらく言ったんです。だからその東ドイツの細菌研究所の教授はですね、では細菌界の権威であるスイスの細菌学者へこの MM88 の解析およびワクチンの開発というものを依頼しようというふうに
考えるように CIA が仕向けたということですね。俺たちがそのスイスの教授にこの新型ウイルスを確実に渡すから、そしてワクチン開発をお願いするから、さらにお前には多額の金を振り込むから、だからサンプルを一つ持ってきてくれというふうに言ったわけですね。東ドイツのその教授はこの CIA の作戦にまんまとはまって殺害されました。そして MM88 は CIA に強奪されたということですね。まあアメリカからすれば盗まれた自分のものを奪い返したということになるわけですね。ですが残念なことに、この CIA、 そして最強のウイルス MM88 を乗せた飛行機が事故にあって、機体は大破、乗組員は全員死亡、 MM88 の蓋が開き、全世界にこの死のウイルスがばらまかれるということになりました。ですがこのことは誰も知らないわけですね。 CIA もちろん超極秘任務ですから誰も知りません。この場所で飛行機が爆破して、誰も知らない未知のウイルスがこっそりと世界中にばらまかれたということは誰も知らないということになるわけですね。恐ろしいですね。さて時間は少し経ちまして、1982年の3月、 ARS というものを開発設置したということを米ソ両国が公表しました。これによって新聞記事ありましたね。米ソに雪解けの兆しが来たぞという新聞記事がありました。まあこれに対して軍部の人が苛立っているというのがあったわけですね。そんなわけねえだろと。ソ連は必ずこの ARS の裏で我々を殺すための兵器を作ってるはずだというふうに思っているということですね。まあここで MM88 の特性とか、実はこれが BC 兵器として転用されるものなんだよというお話があったわけですね。 MM88 の特性については、紙芝居をご覧ください。よろしくお願いします。で1982年の4月ですね、ソ連のカザフ共和国で最初の犠牲者である羊が発見されるということですね。まあ、カザフスタンですね。大量の羊が死んでいるというものが発見されました。そしてイタリアのミラノでこの新型ウイルスが爆発的に流行をしてしまいます。イタリア風邪と呼ばれて全世界に広がり、パンデミック化してしまったというふうになるわけですね。まあこの MM88 がどのようにして感染していくのかはよく分かんないわけですけど、映画を見る限り、まあ、空気感染ということなんでしょうね。地球上の全ての脊椎動物を殺すという毒性を持っているということですね。恐ろしや MM88 となるわけです。1982年5月南極の昭和基地の映像になりました。イタリア風邪は間もなく収束の見込みという連絡があったということですね。ですがまあ他のタイと他のね国の南極越冬隊と連絡を取り合っていると、どうも世界中でえらいことになってるぞというのが分かるというのがあったりします。まあこの辺りで、主人公吉住の過去の振り返りっていうのがあって、現在の東京の様子および現在の恋人の様子みたいなものが映し出されるわけですね。まあとにかくしっちゃかめっちゃかになっているという状況なわけです。でこの世界的大流行、死のウイルスに対してなすすべのないアメリカ大統領というのが出てきますね。私は世界最大最高のリーダーのはずなのに何もできないみたいなね、そんなこと言っていましたね。この後に及んで、この混乱はソ連によるものである可能性というものを論じている軍部というものが出てきたりもするわけですね。でもまあ調査した限りですね、この感染イタリア風邪は全世界に無差別に広がっていて、さらにソ連の最高指導者がイタリア風邪によって死亡したということもあって、まあこの軍部の論は何をバカなこと言っているんだいとなるということですね。1982年7月、この時日本の様子が映し出されました。もう若者たちはどうでもええわーいという感じで騒ぎ立てていると、そして新興宗教が何やら頑張って布教活動をしている。そして、まあ、ワクチンで死んだ、今回もねいろいろと報道ありましたけど、こういうこういうウイルスで、亡くなった方は即時焼却されるというシーンもね、
この映画でも出てきましたね。もう火葬場に送っている暇はないんで、その辺の空き地で火炎放射器によってバン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 人を焼いて、いるという様子が出てくるということで、もう東京もパニック状態になっているという状況なわけです。1982年8月、南極でもパニックが起き始めるということですね。まあこの日本隊の隊長がですね、ちょっと頭がおかしくなって極寒の南極に飛び出して凍死してしまうとか、そういう事件が起きたわけですね。この時なんでかっていうと、あの吉住の恋人がナース姿のまんまモーターボートに乗ってパパのとこに行くわよって言って、隊長の息子を連れてですね何か睡眠薬みたいなものを飲みながら、パパって言いなさい、パパー、もっと大きな声でパパって言いなさい、パパっていうのを隊長がなんだか無線で聞いたような気がして、ハッとなって、でも無線をいじっても息子の声は聞こえない、あーっとなって頭おかしくなって外に飛び出したとなるわけですね。まあここの吉住の恋人&隊長の子供による謎のシーンね、モーターボートにナース姿のまま乗って駆け出すというこのシーンがなんじゃそりゃというふうに思う気持ちはわかるんですけど、ただこれわかんないんですよね。ひょっとしたらこれは隊長が見てた夢の可能性もありますしね、自分の息子が死ぬ間際に自分の名前を叫んだという夢を見ていたのかもしれないというふうに考えると、まあそういったあの荒唐無稽なシーンもまあ別にいいかなという感じはしてこないですか、どうですか、そんな感じもしますよね。でもう全世界がどん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 バタ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 人が死んでいっている中、ついにアメリカの大統領がイタリア風邪というものが自国の兵器だったということを知りました。まあ、軍部が独自にやっていた研究による新型ウイルスだったわけですね。全世界を滅ぼしたのはアメリカだったということを知ったわけです。ここで、学者さんが出てきてこう言いました。全世界の科学者を動員してワクチン開発に全力を注ぐべきですというふうに言ったんですけれども、大統領はこれを拒否するわけですね。ダメだと、なぜならこれはトップシークレットだからだということですね。全世界を崩壊させているのがアメリカであり、そのトップが知らなかったとはいえ自分だというのは不名誉極まりないし、あまりにも恥ずかしいし、もしこんなことが知れたら1万年後まで自分は悪魔と呼ばれ続けるぞという頭が多分あったんですね。だからこれがアメリカのせいだなんて言えませんということになったわけです。なのでワクチン開発はできずに人類は死滅するということになりました。1982年9月アメリカ大統領が南極基地に向けて最後の演説をしました。人類は全員死にましたと、残っているのは君たちだけですと、まあ、なんとか頑張ってくれというメッセージを残して、南極以外の全員が死んだとなるわけですね。まあ、ここまでが物語の前半ということになります。全くの未知のウイルスというものに対してなすすべがない、何の抵抗もできない人々の悲しみっていうのが、まあ怖いほど冷酷に淡々と描かれているという感じがありますよね。まあ基本的にこの前半パートのメインとなっているのはアメリカの大統領というかアメリカの政府内と吉住の恋人の看護婦さんというのが基本的にはメインとなって描かれているわけですけれども、ただまあその2人を主役としながらもそこに絞りすぎずに、まあ、騒然としたどうしようもなくなっている世界っていうものを映し出しているというこの前半ですね。何かワクチン開発の兆しとか、例えばね、もしかしたらこうすれば生き延びられるんじゃないかっていう噂とかデマとか、そういったものを作って織り込んでもっと人間模様みたいなものを描くっていうのもありかもしれませんけど、ただもうこの段階で結構時間経っちゃってますからね。まあでも例えばデマとかそういったことで言えば新興宗教が
勢力を伸ばしたとか、そのあたりで表現されているっちゃされているし、自暴自棄になった若者たちがもうどうでもよくなって騒ぎ立てるっていう部分も一応描かれてはいるし、時間的なことも考えてこれでよかったんじゃないかなっていう感じはしますけどね。僕はね、最後まで自分の非を認めずにアメリカのせいじゃないというか、なんだかよくわからないけど人類は死滅しましたって言い続けたアメリカ大統領とかね、このあたりも僕は結構好きな方ですね。最後にすまん、実は我々が開発したウイルスだったんだみたいなことを言わない大統領とかね、そのあたりも結構良かったかなっていうふうに僕は思ったりはしますね。だからなんで死んだのかが分からずにみんな死んでいったっていうとこら辺をどうすか、もうちょっと描いたらもっと面白くなったかもしれないですよね。でもね、例えばアメリカとは無関係なところの科学者、例えば日本でもいいですし、そのあたりの人がウイルスを一生懸命採取して研究して、なぜこんなものができたんだとか、どこから感染が始まったんだとか、この形はどうたらとか、いろいろやって絶望していくっていうのを入れてもまあいいんですけどね。まあ難しいところですね。時間的なことも考えて僕は良かったんじゃないかなと思いますね、これでもね。という前半でしたね。なかなか面白いパニック映画としてウイルスが広がっていく部分を表現した映画前半だったんじゃないかなというふうに思います。あー、でもあれか、各国首脳とかその人たちが責任のなすりつけ合いをして世界が混乱するとか、そういった政治的な面もちょこっとは入れた方が面白みが増したかもしれないなーなんて思ったりもしますね。わかんないですけどね。ということで後半の南極パートですね、ここからはさらに淡々と進んでいくわけですけれども、南極会議に行くことになりました。ノルウェーの基地でパニックによる同士討ちが発生して、妊娠中のマリトさんを残して全員が死亡していたということが判明しました。こういうことはまああるでしょうね。とにかく女が少なすぎるというのがねあるわけですね。ということで男855人女8人が最後の人類ということになりました。この会議で今後の計画について話し合いを行われるとなりますね。食料と燃料の残りは2年分だそうです。少ないですね。で、まあ、このことは話し合われていなかったんですけど、その後の様子を見る限りですね、まあ、おそらく各国で自分の基地に分散するということはせずにですね、みんなで集まってここで生活しようということになったような感じがしますね。という中で大事件が起きました。レイプ事件ですね。包帯ぐるぐる巻きの女の人が泣いていました。どうすんのよと、暴行は許されることではないと言っていますね。ただそうは言っても種の保存と繁栄というものは必要不可欠なんだと、なぜならこの地球上には私たちしかいないんだからとなるわけですね。まあ、855対8ですから男女比が、これはもうなんとかせにはならんと、トラブルが起きてえらいことになるということですね。まあ、ノルウェー基地での同士討ちというのがすでに起こっていますし、女をめぐる暴行、殺人、ひいては絶滅というものが起こりかねないという事態になるわけですね。これを回避するためにこれからはもうセックスは完全な政府の管理のもと行われるようになりますとなったわけですね。多分くじ引きとか、そういった感じで行われるようになったんじゃないかというふうに思いますね。まあ女の人たちも不本意であるかもしれませんけれども、そこはなんとか目をつぶってくれということになったわけですね。これは難しい問題ですよね、本当に。もちろんね、理性的な人間なんだから、性欲が溜まったから人を殺すとか暴行をするとかレイプするとか、そんなことあってはいけませんっていうのは簡単なんですけど、でも実際起こるわけですね。起こってからじゃ遅いわけですね。女性というのは映画の中でも言っていましたけど、人類にとって今や最も貴重な資源なわけで、何かのトラブルで死んでしまったら困るわけですね。とにかく妊娠可能年齢の女性は一人残らず
生き続けてもらわなきゃ困ると。健康体でじゃないと人類は絶滅してしまうということなんですね。まあ実際この会議初っ端でね、乱闘事件も起きたりもしていますし、みんなねこの閉塞された空間の中で、なかなかね自分というものを保てなくなってきたりもするわけですね。それをなんとかするために、セックスは管理制になったということです。そんな中また新たな事件が起きますね。ソ連の原子力潜水艦から救命要請が南極に届きました。なんと艦内でイタリア風邪の患者が出たためですね、南極へ上陸させてほしい、そして食料も少し分けてほしいというふうに言っていました。南極政府は当然これを拒否するわけですね。イタリア風邪の患者を南極に上陸させるわけにはいかないことぐらい分かるよねとなるわけですね。イタリア風邪はこの極度の低温では休眠しているんですけれども、一度感染して症状が出てしまったら移すことが可能になるっていうこともあるんでしょうかね。ああそんなことないか、だってみんな基地の中にいるんですもんね。基地の中はあったかいですもんね。ああそうですね、だから入れるわけには絶対いかないですね。だから南極政府は、申し訳ないけど無理だというふうに言いました。でもソ連潜水艦は抵抗するわけですね。そんなこと言わずに入れてくれというと、たまたま近くにいたイギリスの潜水艦がソ連に対して説得をしだすということになるわけですね。まあたまたまいたというか尾行していたというか、どういった状況でたまたま近くにいたのかは分かりませんけれども、でももう聞く耳持たずと話し合いは平行線をたどっていました。ということで南極政府のソ連代表がイギリスの潜水艦に乗っている隊長に対してですね、ソ連潜水艦への攻撃を指示して、ソ連艦は大破しましたとなるわけですね。ソ連の代表がイギリスに対してソ連を攻撃しろというところがね、この場面の面白い部分ですよね。まあ、こっちとしてはもう一人も失うわけにはいかない状況で、イタリア風邪が万が一南極基地内に入ってきたら全滅は免れないわけですからね。まあこれは致し方ない処置ということになると思います。あとまあ人手は多い方がいいだろうということもあり、イギリスの潜水艦の乗組員を南極に上陸させるということになりました。これで、潜水艦を手に入れたということになるわけですね。そこから1年後となります。クリスマスですね。ラツール博士という方がですね、ワクチン研究に没頭しているというエピソードが出てきます。このラツール博士がやっているワクチン研究がこの映画の冒頭に東京で採取したサンプルということになりますね。まあここは映画的にまあね、日本映画だししょうがないっていうこともありますけど、南極にいてわざわざねウイルスのサンプルを取るために日本まで行くってのはちょっと遠回りしすぎですよね。燃料ももったいないし、なるべく節約はねした方がいいでしょうし、もっと近場のね場所でサンプルの採取はできたと思うんですけどね。まあそういうことがありました。でこのクリスマス映像を見ると子供がたくさん生まれているということですね。吉住とノルウェーのあの女の人マリとの間に愛が生まれているけれども結ばれることはないということですね。ここで唐突になんと地震の問題が発生してきました。吉住は地震学者だったわけですね。ワシントン DC 近くで地震が起こる可能性があると。この地震による揺れというものがアメリカの ARS を誤作動させる恐れがあるということなんですね。地震の揺れをソ連からの核攻撃による揺れだというふうに ARS が誤認してソ連に向けてミサイルを自動報復してしまう可能性が出てくるということなんですね。もしアメリカの ARS がソ連に向けてミサイルを撃った場合ですね、ソ連の ARS が作動をしてアメリカを攻撃することになるわけです。でソ連の ARS の攻撃目標の中にはここ南極基地も含まれているということで、えらいこっちゃえらいこっちゃとなるわけですね。この時のソ連の軍人さんの言葉がね印象的でしたね。愚か者はアメリカにだけいるのではありませんよという風に言っていました。
ソ連も実は ARS を作動させておいたということですね。つまりアメリカ国内でいろいろとドタバタがありましたよね。ソ連が攻撃をしてきているんじゃないか、この細菌はソ連によるものじゃないか、ソ連がこの機会に乗じてミサイルを撃ち込んでくるかもしれないから ARS を作動させておかなければいけないっていう軍部のやり取りが、この映画の中ではあったわけですけれども、ソ連側も同じことをやっていたということがここで分かったとなるわけですね。ということで、アメリカの軍内部に詳しいカーター大佐と吉住がですね、ワシントン DC に行って手動で ARS を停止させるということになりました。この時、女性と子供、そして、まあ、南極基地に残る必要のない男の人たちというものがもともと南極にあった、船に避難をして、まあ、洋上に浮かんでいようと、万が一吉住たちが間に合わずにソ連のミサイルが南極に飛んできた場合でも船の中にいれば、まあ、安全だからそこに避難させておこうということになったわけですね。だからここで、レビューの中にたまにある、なんであいつら生きてんだよと、おかしいだろと、全世界が核で死滅してさらに新型ウイルスが蔓延してるのにあいつらだけ生きてんのはおかしいだろと、南極も爆発、ミサイルで攻撃を受けて爆発していたのに生きてるのはおかしいというのがあるんですけれども、それはここで船に避難していたからというのと、まあこの後出てくるわけですけれども、そのラツール博士がワクチンを打っていたからですね。船に避難していた人たちはワクチンを打っているわけです。だから生き延びることができたということになるわけですね。ということで彼らはホワイトハウスに到着しました。一生懸命走って頑張ったわけですけれども、なんと吉住の地震予知は完璧に当たっていてですね、寸でのところで ARS の停止というものはできませんでした。吉住は最後潜水艦の隊長に向けて無線でこう言っていましたね。作戦は失敗したというのと、ワクチンはどうやら効果があったようだということを言いました。これで世界は2度目の死滅をしたということになります。そこから数年後というテロップが出て、数年後になります。吉住が一人で南に向かって歩いているというのが延々と映し出されるわけですね。ここでもよくあるのが、レビューであるのが、車乗れよとかチャリンコ乗れよとかいうことはあるんですけれども、まあわかりますけど、車乗れよは、車はいつか燃料がなくなるんで、燃料がなくなったらもう終わりなわけですね。で、自転車も、まあ、壊れるかもしれないしね、壊れたのかもしれないしまあ歩いてる途中でね、マチュピチュ寄るとか、そのあたりはおい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 と思うのもまあわからないではないですけど、まあでも別にその壮大さを見せるためっていうよりは、僕はどっちかっていうと吉住の孤独さっていうのを、映し出していたんじゃないかなというふうに考えて、かつてはここに人は行ったとか、教会に寄るとかもそうですよね。ここに人はいたのに今は自分一人、南に行けば仲間がいると信じてはいるけど、その気持ちってのはいつ折れるかわからないわけですね。どこまで行っても自分一人しかいないから、地球上で今生きてるのは動物も含めて自分一人なんじゃないかっていうふうに考えてしまう吉住っていうのを、あの壮大なスケールの空撮とかそういったもので表現していたんじゃないかなというふうに思うんで、あの長々と見せる一人旅のシーンっていうのも僕は良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただあのね、太陽の前であのバックライトっていうかね、影になって吉住がこう行く、あの印象的なあのシーン、あれすごく絵としてはかっこいいんですけど、ちょっとやりすぎかなと、狙いすぎかなっていう感じは、まあ、しないでもないかなっていう気はしますけどね。ああいう狙ったシーンほど、まあってもいいけど、もっとすんなりやった方が、印象に残るかなっていう感じはしますけどね。ということで、ずっと吉住は南に向かって歩き続けます。そうすると地の果てでマリトたちと再会しましたと、まあ、なるわけですね。マリトたちがいるあそこのことを南極だと思っている人がレビューサイトの中には
結構たくさんいるわけですけれども、あそこは南極ではないと思いますよね。おそらく南米大陸の端っこでしょうね。だって南極に行く必要はないですからね、マリトたちは。もうワクチンも打ってるし、吉住から聞くよと言われたワクチンを打ってるし、船に乗ってるからある程度の移動はできるはずですから、寒い寒い南極に戻る必要はないんでね、まあ南米大陸の端っこあたりにいて、なんとかみんなで暮らしているということなんでしょう。よしズーミー、よしズーミーって、マリトさんがやってきて、吉住は最後 Life is wonderful と言って、この映画は終わるということですね。この映画 Life is wonderful という言葉が3回出てきますね。1回目はカーター大佐と喧嘩している時ですね。海辺で、浜辺で喧嘩している時、この時 Life is wonderful ってカーター大佐が言って、これは意味わかるかみたいなことを吉住に言うんですけど、吉住は気絶しているというシーンがありましたよね。この時の Life is wonderful はどういう意味だったかというと、命を無駄にするんじゃねえよというふうにカーター大佐は吉住に言ったという意味ですよね。吉住が、僕が一緒に ARS を止めに行きますという時に、うるせえいらねえよお前なんてずっと言ってる時に言っていた Life is wonderful、 命無駄にするんじゃねえぞと、人生はいいもんなんだからわざわざ死ぬようなことすんじゃねえよっていう意味ですね。で、2度目はワシントン DC に実際行って ARS が失敗して、もう死の間際のカーター大佐の Life is wonderful、 これは日本語で何て言うんだって言って、人生っていいもんだだよっていう風に言った時の Life is wonderful ですね。この Life is wonderful の意味は、俺たちはできる限りのことはやったよと、残念ながら失敗したけど俺たちのできる最高のことを俺たちはやったんだっていう意味の Life is wonderful ですよね。で、3回目はオーラスですね。吉住が仲間たちと再会した時に言った Life is wonderful、 これは生きている限り希望はあるんだという意味で言った言葉だというふうに思います。吉住はね、本当に本当に孤独だったんですよ。全世界で自分一人しかいない、犬とか猫とか鳥とかネズミとかそういったものすら出会わない、この地球上に自分一人しかいないんじゃないかっていう思いを、まあ4年間続けていたわけですね。でもそこに誰かがいるかもしれないと信じて信じて南に向かって歩き続けたという吉住だったわけですね。だから人生っていいもんだなんて思うはずがないここ数年間を過ごしてきたわけです。そんな中、もう何の希望もない、この世には絶望しかない、地獄があるとすればここっていうふうに思っていた吉住の前に、仲間たち、そして自分の愛したマリトが現れたということで、あーよかった、生きててよかった、死ななくてよかったっていう思いがあったわけですよね。もしどこかで吉住が死んでいたら、 Life is wonderful と死に際には言わなかったと思います。生きていたからこそこの絶望の中で人生っていいもんだと言えたわけですね。そういった言葉でこの映画は終わるんだとなるわけです。まあおそらく道中ではですね、もう死にたいとか、絶対にもう死んだ方が楽だと、生きている意味なんかない、今死んでしまった方が自分へのダメージは少ないとかね、この先生きていくよりも今死んだ方がまだマシだっていうふうに思うことは何度も何度もあったと思うんですけれども、そこで死なずに生きて歩き続けたからこそ Life is wonderful というふうに言えたということなんですよね。まあ、僕最初この映画火の鳥っぽいなって言ったんですけど、ここまで喋ってみてちょっと思ったのは、あ、火の鳥だったら地の果てまで歩いて行って、でもそこには誰もいないっていう絶望を味わわせそうだなっていう気もねしました。そこで火の鳥が現れて、そうです、あなたにはもう絶望しかないんですとか言われるみたいなねそんな感じありましたよね。火の鳥で何編だったか忘れちゃったけど、まあそんな感じでした。僕はですね、すごくいい映画だと思います。いろんなことが起こるんですけど、全部起こりうることが起きている映画だと思いますし、よく言うその
いらないシーンが多いっていうのは全く思わないし、ご都合主義とかツッコミどころが満載とか、言われてますけど、そうでもないと思うんですけどね。どの辺がマチュピチュに行ったあたりがツッコミどころですか？どの辺がツッコミどころになっていると感じているんでしょうね。滝川由美のナースモーターボートですかね。別に僕良かったと思いますけどね、この映画で。いろいろレビューサイト見て回ったんですけど、やっぱ古い映画で老舗のレビューサイトだったりすると本当に昔のレビューが載ってたりとかもするわけですよね。そうなると結構面白いのは、ここ最近、ここ 1,2 週間、まあ今の現状から話題になってこの映画にたどり着いてレビューを書いた人っていうのは概ね好評なんですよね。で、SARS 問題が発生した頃あたりも意外と好評なレビューがあって、そうじゃない平時の時に書かれたレビューに結構低い評価のレビューが集まってたんじゃないかなっていう感じがなんとなくねしましたね。だから僕もひょっとしたら今見たから面白いと思ったのであって、去年見たらなんじゃこりゃって思っていたのかもしれないですけど、去年見たわけじゃないんでね、僕は今見たんで、去年見てたらどうなったかっていうのはちょっとわかんないですけど、ね、いや僕は良かったと思いますこの映画。ただ今回のいわゆるコロナ騒動と比較してどうたらっていうのは僕はあんまり感じなかったですけどね。結構そういうので話題になったりしてたじゃないですか、この映画。僕は別に普通に一本の映画として純粋に楽しめたなというふうに思いました。ということで、復活の日のお話でしたね。今回はちょっとほとんどがね、映画の内容をただ追っていくだけのお話になっちゃいましたけど、ちょっと緊急企画としてやってみました。ご視聴ありがとうございました。 Life is wonderful ということで、ちょっと話題になっていたということもあって、緊急企画として復活の日をやりました。まあもしね、興味を持って、まだ見たことなくて興味を持った方は見てみたらいいんじゃないかなと思います。すぐはこれが面白いと思ったのって思われるかもしれませんけど世間の評価から比べるとね、僕はすごく面白いと、ここに来てまだこんな問題起きるっていう感じで面白かったっていうのと、あとキャストがほぼ外人さんばっかり出てくるわけですけど、キャストがですね、素晴らしくて、どう素晴らしいかっていうと、有名人だからとかいうわけではなく、日本人が選ぶ外国人俳優ではない感じで、本当に洋画を見ているぐらいのキャスティングの仕方をしているんですよね。この日本人が好む外国人っぽい役をする外国人ではなく、洋画にそのまま出てきているタイプの外国人がキャスティングされている感じがして、有名どころから脇から全部含めてね、すごくキャスティングがいいなというふうに思いました。特に外国人のキャスティング、それと映画として主役が不在っていうこの映画という面があって、さらに映し出されている人たちがほとんどが外国人ということもあって、多分淡々と物語自体の推移だけを取るということができたんだと思うんですよね。これがもしですよ、高倉健が主演とかそういう風になっていたら、高倉健を映すじゃないですか。そうするとこの淡々さ加減、次々に事件が巻き起こってみんなが狼狽していくっていうあの感じは出せなかったと思うんですよね。だからこの主役不在で、そのシーンごとになんとなくの主役が存在していて成り立っていくっていう、この作りがこの映画には非常に合っていたんじゃないかなというふうに思いました。ということで、チャンネル登録、いいねボタン、ツイッターフォロー、そしてコメントの方も皆さんよろしくお願いいたします。リクエストがありましたら僕のチャンネルの中に入っていただいて、リクエスト一覧というのがコミュニティの中にありますので、
リクエスト一覧、リクエストはこちらみたいなね、それがコミュニティの中にありますんで、そこに書き込んでください。 LINE スタンプも買ってください。ブログやその他もろもろ僕の動画の概要欄にありますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、今回は復活の日をお送りいたしました。復活の日は必ずいつか来るわけですからね、低迷があれば復活もあるということなんで、皆さん頑張っていきましょう。 Life is wonderful、 人生っていいもんだ。これは人生の最後の日に言う言葉なんですよね。わかりますね。途中で言う言葉じゃないんですよ。終着点でこれが言うわけです。だから今全然最高じゃねえよっていう時に Life is wonderful と考えてもしょうがないんで、この先 Life is wonderful が訪れるんだというふうに思いながら生きていこうということです。余計なことを言ったかもしれません。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。